子供のやる気と自信を奪ってしまう声かけを解説します。はい、こんにちは。ライフコーチのミスターオカチです。やり抜く子を育てるための行動習慣やライフスキルを MAX と一緒に解説しています。はい、えー、これまでの動画で、やり抜く子と投げ出す子には決定的な違いがあるということを解説してきました。それは、ライフスキルです。 いわゆる非認知能力。非認知能力っていうのは近年あの注目されている一つの大事なスキルなんですけども、それっていうのは目には見えない生きる力ですね。自分を信じる力、友達と繋がる力、問題を解決していく力、一歩踏み出す勇気、そういうのが、えっと、非認知能力、いわゆるライフスキル。 と呼ばれているものです。で、やり抜く子っていうのはそのライフスキルが高くて、投げ出してしまう子はライフスキルが低いと言われています。ですので、やり抜く子を育てるためには、ライフスキルを高めることが大切です。えー、今日の動画では、これを言ってしまったら、お子さんのライフスキルが低くなる。で、自信とかやる気が奪われてしまう。そんな声かけを厳選して3つ紹介させていただきます。えー、今日の動画を見ていただけたら、何を言ったらいけないのかのがわかる 安心して子供と関われるようになると思いますので最後までご視聴ください、えー、このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん子供の教育に関わる方に向けてやりぬく子を育てるための関わり方や考え方にフォーカスした動画を配信しています、えー、興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してくださいあと SNS でも毎日配信してますので概要欄からつながってください、えー、まあラジオ感覚で聞いてもらえたら嬉しいですはい、えー、それでは本題いきましょう子供のやる気や自 自信を奪ってしまう3つの声かけ1つ目きちんとしなさい2つ目ダメな親でごめんなさい3つ目今日の試合勝ったはい、まずは1つ目きちんとしなさい これは僕が子供の頃めちゃくちゃ言われてましたね。<laughs> きちんとしなさいとかちゃんとしなさいとかねあと何やろうしっかりしなさいね。きちんとしなさいしっかりしなさいちゃんとしなさいこれめちゃくちゃ言われましたでもねこれってえ何やったらいいのってことじゃないですかきちんとって具体的に何したらいいのしっかりっしっかりって何ええっとえっとちゃんとって何 でこ,れこれってね抽象的な言葉で「 具体でも何をやったらいいか分からない状態で怒られてるんですよだからなんか悪いことをした何をやったらいいんだって分からないからもう不安になって心配になってますますね、あのー、ちゃんと行動できなくなるんですよそして自分ではどうしたらいいか分からないから周りの大人の顔色を伺うかがうようになるんですねそうすると自分で考えなくなっていつも周りの顔色を気にして自分の気持ちを言えなくなったり自分がやりたいことができなくなったりするんですね自分で考える 力であったり自分の言葉で自分の言いたいことを伝える力がどんどん失われていくんですだからきちんとしなさいしっかりしなさいちゃんとしなさいではなくて具体的にどんなことをしてほしいのかっていう行動を伝えるのがベターですね、きちんとしなさいではなくてここに座ってください ちゃんとしなさいではなくて、ここにえ何やろうね、ヘッドホンでちゃんと音楽を聴いてくださいとかね、しっかりしなさいではなくて、ここは図書館だから静かにしてくださいというように、抽象語ではなくて、具体的な言葉、具体語で伝えることがすごい大事ですで。もっと言えば、あれをやってくださいって指示語ではなくて、指示をする言葉ではなくて、疑問語の方がいいですよね。ここに座ってくださいではなくて、ここに座って やってくれたら嬉しいと思うんだけど、どうかなとかね。なんかこう指示するんではなくて、疑問形勉強しなさい。ではなくてえ、何時に勉強するのかな？っていうような形でえ問いかけてあげると、自分で考えて自分の言葉で伝えてくれるようになります。そうなんです。抽象的な言葉でゃなくて、具体的な言葉を使う。えー、っと指示語ではなくて、疑問語を使う。そういうまるまるしろっていう命令語ではなくて。 丁寧なこと、丁寧語の方がベターですね。そうすると、あ、自分の気持ちもちゃんと大切にしてもらえてるんだだって、自己肯定感が高まってくるしで、ちゃんと自分で考えて自分の言葉でしよあの、伝えようっていう考える力と対話力も育まれていきます。ですので、きちんとしなさい、ちゃんとしなさい、しっかりしなさいではなくて、具体的に何をしてほしいのかっていうのを丁寧な言葉で、そしてできれば疑問語で問いかけてあげるのがいいのかなと。 いうふうに思います。えー、二つ目、えー、ダメな親でごめんなさい。ってことね、えー。隣の家のたけしくんは、えー、この前の夏も東京ディズニーランド行って、あちらの親のまさしくんは、えー、家族でハワイとか行って、うちはどこも連れて行ってあげなくてごめんね。 ね、これよく聞くセリフだと思うんですけど「これごめんね」っていうその「申し訳ない」っていう気持ちはすっごい伝わるんですけどこれを言っても多分誰もハッピーになならないんですよね。子供自身もなんか自分が悪いことしたっていう気持ちにもなるし「でダメな親でごめんね」って言われてでも私はそんなダメな親から生まれた子供だから「私はダメな子なんだ」って言って自分の自己肯定感も下がって だからでお母さん自身もそのダメな親でごめんねっていうことで自分自身もハッピーにはならない。 ですね、なのでダメな親でごめんねではなくてもう少し自分自身のやってることに、えー、とこを肯定するというか自分自身にイエスを言うということがすごい大切ですねその時のポイントっていうのは他の親と比べないってことと他の子供と比べないこれが大事です、うん、あの一人一人いろんな、えー、関わり方であったり子育てであったり生き方があるのでどれが丸どれが罰とかどれが優れていて誰が劣っているとかそういうことではなくて自分の今のこの状態をまずは 肯定すすするそれがすごい大事ななのかなと思ってます親御さん自身が自分にはこういういいところがあってこんなことはあまりダメだなと思うこともあるこういうことは子供にできてるけどこういうことはできていないなそういうことを全部ひっくるめて自分でまずイエスっていう受け止めてイエスっていうこれがねすごい大事なのかなと思ってます、えー、親御さんの自己肯定感はそのままお子さんの自己肯定感を上げることにもつながっていくということがもう研究でも言われてますですので親御さん自身がまずは 自分自身をご機嫌にするということであったり自分の気分を上げていくと自分自身を少しずつ認められるように受け入れてあげれるように自分のことを好きになれるようにするそれがね子ども自身が子どもが自分のことをイエスって言ったり自分自身を肯定したり自分のことを好きになるきっかけそれが一番大きな影響になるのでまずは親御さん自身がちゃんとご機嫌になって自分のためにお金を使って自分のために時間を使ういつも家族のため子どものためって頑張られてるのは分かりますでも自分の ををもう少しし大切ににてててああげげ自分にお金ととかか時間とかエネルギーを使ってあげるそうすることで、回り回って子供も笑顔になって子供もハッピーになるので、まずは自分から、まず自分が満たされてない状態で人を満たすのは不可能です。これ不可能で、自分が燃え尽きてしまって、結局子供を叱ってしまったり、えっと、疲れてる状態だったら子供の悪いところしか見えなくなってしまうんですよ。子供の悪いところしか見えなくなってるっていうのは、それは自分がご機嫌ではないからなんですね。だから、ちょっと悪いところしか見えなくなってるっていう状態だったら、子供 子供にどうううしようっていう子供に矢印を向けるんじゃなくて自分に矢印を向けて自分の気分をこう高めていくというかご機嫌にするということがすごい大切なのかなというふうに思いますそして3つ目これ最後ですね、えー「今日の試合は勝った」ってねよくまあ僕もね言ってしまうことあるんですけど、えー「今日の試合勝った」とか「何点取った」 っていうその結果にフォーカスする質問ですよね。この結果にフォーカスする質問をしてしまうと、あ、親は結局結果しか見ていないんだって気持ちなんですね。えー、だから勝ったら、勝ったら認められて、なんや勝ったら褒められる。でも負けたら認めてもらえなくて褒められないんだってなると、なんだろうな、結果を出す。 ということに執着すするんですねつまり自分が結果を出せるということしか挑戦しなくなるんですよ。絶対に勝てる。絶対にうまくいくっていうことしか踏み出さないんですよね。でもね、新しいことをやるとか、なんやろそもそもなんやろ、やったことないことっていうのは絶対失敗するじゃないですか。で、新しいことをやってもうまくいくかどうか分からへん。で、人生ってそういうことばっかりでしょななんやろ新しいことやったことないことを自分で一歩行動して、その中で試行錯誤して改善していく。そして、自分がしっくりくる答えを見つけたり、 まあ商商品品をいいいにこう作っていくみたいなそういうことがすごい大事じゃないですか。でやっぱね、失敗っていうのはもう不可欠なんですよ。避けられないんですよね。その失敗を恐れてたら、やっぱ成長しないし、自分が本当にやりたいことを実現できないし、えー、っと、その、あのやりたい世界っていうところにたどり着けないと思うんですよ。だからこそ、失敗をしても OK とか、失敗を許せる関係性、環境を作ることが大事。そのためには結果 とといいうここにフォーカスしないってことなんですねだって結果っていうのは自分ではコントロールできないことですよね。どれだけ努力して、どれだけいいパフォーマンスをしたとしても、結果が出るかどうか分かんないんですよ。でも、自分の努力であったり、自分がどういう行動をしたのかとか、そのプロセスっていうのは自分でコントロールできるんですよね。だから結果 結果にコントロールできないことに子供にフォーカスさせるんじゃなくて親が見るんじゃなくて結果ではない自分がコントロールできるプロセスに目を向けさせるということが大事だからそっちの方に声かけすることが大事なんですよ今日買ったではなくて今日は楽しかったとかなんかうまく,やうまくできたことあったとかね やろうえー、とこの前と比べて、えー、なんか周東どうやったとかね、えー、具体的に聞いてあげてもいいしこの前と比べてどうだったとかその子の前の状態と比べてどうだったとか結果ではなくてプロセスにフォーカスするような問いかけとか質問してあげるのがグッドですね,グッドですねそうすることで結果ではなくちゃんとプロセスも見てくれてるんだって気持ちになって子ども自身もそのプロセスの方に意識とかエネルギーを向けれるようになるってことなんですよでほ大事で結果を出すためには結果を忘れることが大事なんです 結果っていうのはコントロールできないからいかに自分のマインドであったり時間であったりその意識っていうのをそのコントロールできることにフォーカスさせるのかこれが最高のパフォーマンスを出すためにとても大事なこと自分にはどうしようもないことを考えてたりどうしようもないことに時間作ってたら使ってたら今本当にやるべきことにフォーカスできないんですよ集中できないんですよだから夢中になれないだから自分の実力が出せないんですよだから自分がコントロールできるプロセスであったり準備であったり努力 僕の部分にフォーカスさせるそのための声がけをしていくってことがすごい大事です今日は買ったではなくて今日楽しいことあったっていうような感じで、えー、とプロセスに目を向けさせてあげましょうはいということで今日は子どもの自信ややる気や主体性を奪ってしまう3つの言葉っていうのを紹介してきましたまずは一つはきちんとしなさいこれどうしたらいいか分かんないですね具体的な行動を示しててあげてください はい2つ目2つ目はダメな母親でごめんねって自分を卑下するような言葉は避けた方がいいですそうではなくて自分がまずね自分で自分のことを認めてあげて自己肯定感を上げてご機嫌な状態にするというところがすごい大切なのかなと思いますそして3つ目、えー、今日の試合勝った。 ではなくて今日はどんな試合が、えー、あったとかね今日の試合どうやったとかね今日試合どんなとこ楽しかったっていうように、えー、いいとこに目を向けさせるとか、えー、結果ではなくてプロセスの方に目を向けさせるような質問声掛けをしていきましょう。はいということで、えー、今日の動画少しでも勉強になったためになったお勝ち頑張れそしてマックス君今日も良かったねと思われる方は高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです。えー、こんな感じでこのチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さんそして 子供の教育に関わる方に向けて、やりぬっ子を育てるための行動習慣や関わり方を紹介しています、えー。興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。あと、えー、無料 LINE 講座、やりぬっ子の育て方を解説しました、えー。これ現在70名ですね。70名近く登録していただいてますが、えー、こちらでは週に1回、やりぬっ子を育てるための具体的な声かけであったり、どういうふうに環境を作ったりのか、どうやったら子供が勉強するんだろう。えー どうやったら、えー、自分でやり抜けるようになるんだろうっていうことを、えー、動画なりブログなりコラムで配信しています、えー、もしやり抜くを教えたいという気持ちを持たれている方は、えー、そちらを友達追加をポチッと押してもらえたら嬉しいです概要欄に貼り付けてますはい以上です t エンド。それではワンダフーな一日をお過ごしくださいバイバーイ